はい、それでは、始めたいと思います。本日は大変天気の悪い中、バジャーからたくさんの方にお越しいただいてありがとうございます。今日三宅島コレクティブということで、私たちの、今国際交流基金アジアセンターというところで主催で行っているアンサンブルザアジアオーケストラというプロジェクトがあるんですけれども、そのプロジェクトの、報告を交えながら皆さんと約そうですね、おそらく3時間ほどの長丁場になってしまうと思うんですけれども、これからお話を進めていきたいと思っています。はい、私は今日進行を務めます有馬と申します。よろしくお願いします。はい、それでは早速石川さんの方から始めていきたいと思います。ちょっと石川直樹さんに最初お話をいただきます。石川直樹さんは写真家で1975年生まれです。でこちら宮古島でも以前に展覧会をされたことがあるということで、ご存知の方も多いのではないかというふうに思います。で今から石川さんが、宮古島に来られたお話ですとか、あとは私たちがアジアでやってきた活動の話なんかを先にお話をいただきたいと思います。で、これにいらっしゃるのが大友義秀さんです。こんにちは、よろしくお願いします。で、大友さんは音楽家で、皆さんおそらくあまちゃん、朝の連続テレビドラマのあまちゃんのオープニングテーマなどを手掛けられているということで、ご存知の方も多いのではないかと思いますけれども、今このアンサンブルズアジアというプロジェクトの、アーティスティックディレクターということで、今アジアを一緒に旅をしているということです。はい、で今日石川さんのお話の時にちょっと伴奏というか劇伴的につけていただくということで演奏をちょっと交えながらちょっとお話ししていただくと、はい、はい、うるさくない程度に、はい、はい、じゃあ早速石川さんよろしくお願いします。じゃあ石川です、よろしくお願いします。まあ、今日は3時間の長丁場で、盛りだくさんの内容ですし、いろんな話も、ね、出てきますから、僕の方からは最初写真なんかをお見せしながら、このプロジェクトについて、少しこう導入っていうかね、前座をやらせてもらいますけれども、これが今今回のイベントのチラシに使われている写真で、でこれいろんなところにありがたいことに貼っていただいているので、これどこで撮ったのかっていうのをね、会う人会う人に聞かれるんですけど、僕自身全然記憶が飛んでいてどこで撮ったか忘れてたんですよね。でも何人もの人に聞かれてこれはまずいと思って、昔のフィルムのベタ焼きをこう見直して、僕はデジタルカメラじゃなくてフィルムで撮ってますから、こうやってこうコマをベタ焼きって言ってね、シートにしてるんですけど、その前後のコマを見るとどうやらこれは池間島で撮影したものらしい。でも池間島のちょっとどこだったか忘れたんですけど、先ほどその池間の写真家の芦川さんがいたんで、いろいろ話を聞いたら、これは俺も思い出していたんですけど、池間の港の出口っていうか端っこの方の立派なサバニを取った。でこのサバニの持ち主のおじいちゃんはもう亡くなってしまったそうで、で先ほどその話を伺ったら、なんか漁に出かけて、でサバニ漁に出かけてこう漁に帰り着いた時に、それでその後に亡くなったっていう、最後までずっとこう漁師をしてねっていう立派なサバニだったみたいですね。で今はもう使われてなくて、家の近くに今置いてあるみたいで、こういう風景は今はねなくなってる。だから6、7年前に撮影したものだと思っております。で、今有馬さんも言ってくれたけれ、くれましたけど、宮古島にはもう何度も何度も来ていて、前に写真展なんかもやらせていただいたので、この中にもたくさんもう知り合いの顔がたくさんいて、すごく嬉しいなと思います。初めての方はどうぞよろしくお願いします。で今日は宮古島の
写真というよりはこのアンサンブルズアジアのプロジェクトの時に大友さんとか有馬さんとかと一緒に行ったフィリピンとかインドネシアとかベトナムの写真を皆さんにお見せしようかなと思って、で、まあ、これからこういろんなトークが続きますから僕がちょっといっぱい話してもあれなんで、まあ、写真をとにかくまあ見てもらいたいということでね、撮ってきた写真を見せます。それで、まあ、僕は本当に最低限の説明をするだけなんで、まあ、ちょっと写真を見ていただければなと思います。そしたらじゃあフィリピンの写真を流してみますか。これはフィリピンのシキホール島という島です。フィリピンは本当に何百個も島があるんですけど、その中のシキホール島っていうのはちょっと特殊な島で、黒魔術の島なんて言われて、現地の人に少しこうなんていうかな、得意な目を持って見られている島です。だから僕もおどろおどろしいイメージがあったんですけど、行ってみたらそういう島ではなかったですね。なんかこう対外的に黒魔術の島っていうことを言ってあんまり人がこう近寄らないようなちょっとした防衛策みたいにもなってる気がします。普通の島の暮らしがありました。思ったしかなかったよね。そうですね、すいません、私は気になりません。こういう学校とかに行ってね、音を、録音したりとか、こういう子たちとのね音をこう聞いていろいろ考えていくっていうことをしてました。したかな。これが2、3年前、何年前でしたかね、フィリピンに行ったのは、ね、2010年の9月でしたね。じゃあもう6年、5、6年前、ね、6年前じゃないよ。あ、2010年、2014年。あ、4年ね。あ、じゃあだいぶ僕やね。じゃあ2年前、2年くらい前、ね、すごい海が綺麗だったんですけど、ここ来たらここの方が綺麗だなって。そうですね、政治でもなんでもなく思いますね。ある島からこう渡っていくんですけど、海綺麗だなと思ったけど、まあ、船で行かなきゃいけなくて、もうその船で僕と有馬さんはもう吐きそうになるくらい酔ってて、石川さんピンピンしてました、ね、弱ってましたね。大変でした、まあそういう島でしたね。で、さらに行ったのは今度はインドネシアのジャワ島とか、僕なんかスラウェシ島も行ったんですけど、その写真を少しずつ見ていきましょうかね。イスラム教の島なんで、ちょっとこれはフィリピンとはまた違う雰囲気を持ってましたね。バリ島の写真も入ってますね。バリ、ジャワ、スラウェシですね。後で、伊藤俊治先生がバリ島の話なんかもしてくれると思いますけど、インドネシアもまた群島ですからね。映像をお見せしますけど、ジャワ島の、まあ、カムランとかね、そういう動く映像も後でお見せします。本当にいろんな音にあふれている豊かな建物
の島でしたよね。この辺はスラウェシ島です、世界最古の壁画を見に行ったんですね。今スラウェシ島とかジャワ島とかバリ島の写真が混ぜこぜになってたんですけど、まあ、最後の方に出てたのがスラウェシ島の手の壁画の写真がありました。ネガティブハンドって言ってね、手を壁の上に置いてそこから顔料を吹きつけるんですね。口でプププププって言って、でそして手を取るとその手の輪郭だけがこう壁に残るっていう不思議な壁画で、これはフランスとかヨーロッパの方とかにも残されてるし、ボルネオなんかにも残されてるし、 ある時代に同時多発でこういういろんな手の壁画が世界中に残されてます。なぜこういうふうに手の壁画が残されてるのかはっきりしたことはわからないんですけれども、スラウェシ島でもこういう壁画が見つかったんですよね。だから、ね、美術の教科書の1ページ目見るとドルドーニュの壁画とかね、そういうの出てきますけど、それよりもっと古い、ことが分かって、インドネシアのスラウェシ島で、こうした壁画が作られている、でそれを、まあ、僕たちが見に行ったこともありました。そしたらじゃあ次は最新のベトナムの写真なんかも見ていきましょうか。ベトナムに行ったのはまたつい最近ですよね。去年の9月かな。去年の9月。みんなはバイクに乗ってますよね。
ホーチミンの入れ墨ですかね。竹屋のおじさん、うん、最初怖かったけど、だんだん仲良くなって、うん、出かったら仲良くなあの竹屋さんの近くに僕たちはホテル取っててね、毎日会う人なんですけど、胸に入れ墨が入ってる。なるのをまた泣かしながら少し、まあ、こういう形で、いろんな場所を巡ってきました。でアンサンブルズアジアとは何ぞやっていうことを少し大友さんから補足すると、あの今これだけ見てると写真撮りに行ってる人たちだと思われちゃいそうですけど、写真ももちろん撮りに行ってるんですけど、鹿様こういう写真を撮ってる間に、僕なんかはベトナムではあのベトナム の学生さんたちと一緒に、楽器作ったり音楽作ったり、さっきの竹屋のおじさんのとこも、竹を買ってそれで楽器を作ったりしたんですよね。でとか、最初に出てきたフィリピンはフィリピンの小学校とかその地域のスキシキホール島のいろんな、一般の方たちがやってる音楽がどんななのかっていうのを調査に行ったり、もうインドネシアはきっと皆さんご存知だと思いますけども、音楽の宝庫なので、まあ、あの宮廷のガムランみたいなものから、村のガムラン、それから、僕らが言ったバニュアンギという、地方都市ではそこだけで流行ってるポップスとかがあったりして、ちょっとあの沖縄だけで流行ってるポップスとかっていうのとニュアンスは似てると思います。そこだけのレコード会社があったりとか、そういうのをいろいろずっと調査しながら、調査と同時にそれぞれの地域で一般の人たちとやる音楽っていうのを、どう作っていくかっていうのをこれから2020年まであと4年かけていろんな地域でやっていければいいなと思ってまして、そういうプロジェクトを今アンサンブルズアジアオーケストラという名前でやっております。はい、まあ、こういうその音楽の生の現場を訪ねていってこう体で感じていくっていうかね、そういうプロジェクトですよね。それで宮古島に来たのは最初、僕がこう宮古島好きで何度か通っていく時に有馬さんをちょっと来てみたらいいんじゃないかって呼んで、それで、有馬さんなんかもうねもう家まで行かれることになっちゃってね、4月から越してくるじゃないですか。越してきますからちゃんと挨拶を送りましたけど、アンサンブルズアジアオーケストラのディレクターをやってます有馬圭吾さん。有馬さんですか。アンサンブルズアジアというのは国際交流基金の中のプロジェクトなんですけど、で僕がなんていうのかな、まあ、リーダー的になって何部門かあるんですけど、その中 の一般の人とやる音楽部門っていうのがアンサンブルズアジアオーケストラで、有馬さんにお願いしたんですけど、なんか宮古島に拠点を作りたいって言って宮古島で自動車免許を取ることから始めるねこの間免許をめでたく取って、合宿免許でね、そうで昨日その車に僕らが乗って、うん、すごい怖い思いをしましたいやもうちょっとその話は今やすいすいませんまあ、それがさておき、うん、そんな感じで、はい、はい、そういう感じで、やってまして、で、今ちょっと写真だけじゃなくて動画もあるんで少し見てもらいましょうかね。インドネシアのバニュアンギの、うん、あれはすごかったですよね。すごいですね。坂上二郎さんによく似た方がいたこれで普通ガムランの楽器っていうとよくこう金属のボコボコ叩いてでこういう軍団という太鼓が中心なんですけど、見ると分かる通り西洋の大太鼓がいるんですよね、左側に。で大太鼓の人シンバルみたいなのも叩いてて、でもねシンバルはシンバルに見えるだけで鉄板をこう何ていうのかな、打ちつけてそこに鋲をくっつけてガシャーンと音がする変な楽器なんですよ。楽団の中に、ね、子供が入ってきたりとかね、子供をあやしながら演奏してたり、時々お母ちゃんが上がってきてお父さんご飯食いながら演奏してたりとか
だからそれまでバリ島のすごいこうなんていうかな精密なガムランを聞いてたんで、またこれがかなり衝撃的だったんですよね。なんかしかもあのこういうマイクを使うんですよ、歌う人だけ。でそれがねディレイがかかっててダブっぽいんですよ。ダブっぽいってわかるかな、ジャマイカの音楽みたいな感じでうわーってわー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 って響く。あ、この人が影で歌うんですね、見えないとこで。謎の坂上二郎さん、もうね、顔を赤くしてめっちゃ怖いですよね。で、覆面かぶって、お面かぶって出てくるんだけどね、後々。あ、これです、この楽器、これがかっこよかったんだよね。これがさっき歌った坂上二郎さんなんです、実は中に入ってるのがね、まさにこういうブレスみたいな大きさのスペースで、こぐらいだね、本当に。でも全然ブレスみたいにかっこよくないんですけど、小さな公民館みたいなところでね。で、あの、映ってないけど、子供たちがちょうどこういうとこで来てるんですね。観客も僕たちと子供たちくらいしてました。そう、そんくらいだった。で普通こういうお面かぶってると怖がるもんなんですけど、このおじさんの場合すごくて、お面取ったら子供がみんな逃げたんです。ちょっとお面取る瞬間は映ってないんですけども、取った瞬間に子供が走って逃げましたよね。逃げました。床に置いてあるのはお金なんですけど、お金を払う仕草とかね、この後ろに見えるこの白い太鼓が結構他じゃないもので、多分オランダに占領されてた時代にその楽器の名残なんだと思うんですけどね。ちょっとロックみたいな力強い音になってますよね。おまけにマイク使ってるし、これが仮面を取った、仮面取った後で子供が逃げた後ですね。これ今なんでカメラがブレてるかというと、撮ってた有馬さんが怖がって逃げてた。このシンバルのこれがあれですよね、普通のなんかテーブルの足でしたよね。まあこういう現場を見たりですとか、あとは火祭りの映像もあるのかな。これもすごかった。うん、湯崎さん。すごかったですね。これはバリ島です。これは去年の、去年のちょうど1年くらい前ですね。3月だ。さっきの映像は、おととしの12月でしたね。これはこの後登場する伊藤俊治先生が、ここに連れてきてくれたんですけども、バリの新年の前日の大晦日になるのかな、バリ歴の。東京芸術大学が主催する展覧会がバリ島であって、でその時に伊藤先生なんか来てたんですけど、僕とか大友さんとか有馬さんもの場に行って、で伊藤先生の案内で、このお祭りを見に行かせてもらったんですね。映像がピカピカしちゃってるのは、実はこの周りに女の子がいっぱいいて、みんなこうスマートフォンで男の子が動く瞬間に写真撮ってるんですよね。もう本当に混沌の極みっていう感じで、僕なんかはもう無我夢中で
写真撮ってたんですけど、でこれは大友さんが撮ってくれた映像を編集したものです。これはね、燃えましたね。俺もおーとか言いながら真ん中の方に行きたくなっちゃったな。未成年の人が演奏してて、火に飛び込むのも多分主に未成年の日本の人たちなのかな。若い男の子たちがこう火の上を、ね、渡ったりとか、火の玉を投げ合ったりとかね。それを周りで若い女の子たちがキラキラした目でこう写メ撮ってるっていう感じ、見てる僕たちもすごい興奮してくるわけですよね。カメラについてたマイクで撮ったんで、あの伝えにくいですけど、本当はものすごい高音爆音でしたよね、この画面の楽団が。バリにはもういくつもいくつもあって、それを今から、まあ、伊藤俊治先生なんかが話で触れてくれると思うんですけど、まあ、そんな感じで導入の部分をね終わりにして、まあ、こういった形で僕たちいろいろリサーチを続けていて、いますということで、じゃあそんな感じですかね、はい、最初は、はい、そうですね、はい、とりあえず今導入ということで、はい、石川さん、大友さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。